ばんは、いいわ。デスイナズマイレブン2ファイヤー全開戦からやっていきましょうということで、さあ正体を表したダークエンペラーズ、なんと正体は風丸たちだったということで、いやね、この風丸かっこいいんだよね。普通にそれだけは言えるわ。まあこいつらが最強のエリア学園ということで倒していきたいと思います。その岡くんたちはなぜか全員後ろ向いておりますが、まあ俺たちと戦う意思がないということで、これ実は俺たちの勝ちでいいんじゃないでしょうか。まあてことでやっていきましょう。さあエンド、俺たちと戦え。そう来なくてはな、見せてやろう最高の戦士の力を。ライモン中、エンド準備はいいか。久しぶりに俺が指揮を取る。いやー、響さん、お願いします。はい、本当ですか。響監督復活ですね。まあそういうことだ。全員下手な試合をしたら許さんぞ。はい、さあ行こうぜみんな。俺はこれ以上大切な友や家族を傷つけさせはしない。あいつらは昔サッカーを諦めていたこの俺の目を覚ましてくれた。だから今度は俺があいつらの目を覚ます番だ。風丸、お前たちにサッカーの楽しさを思い出させてやるからな。笑わせるな。こっけー、ライモイブリスダークエンペラーズ。この BGM かっこよろしすぎだろマジで。ってことでダークエンペラーズのフォーメーション見ていきましょう。やっぱタケチいるよね。いやー、お D エンペラー、まあダークエンペラーフォーメーション、いやーなんか使いやすそうだね。まあキャプテン風丸、いや強い。え待って、44、みんな44、まあ平均レベル45ってところか。なるほど、超技ダークフェニック止められないね。イケイケドラゴンクラッシュ、あキック75、うん強いね。まあ五条さんにはかなわないけど、もっとほうほうほう、なるほど、超技勝利に獅子の西垣陣クリマッツたけし、お前 TPGP 多いね。とりあえず手加減はしない、これだけは言えるね。カゴメカゴメ、まあ、手抜いたら負けね。ちょこっちのレベルも見ようぜ。こっちの、おっと相手のレベル高くないか。ちょっと意外にこっちのレベルが低い。これはまあ俺が操作するんで、まあ、手加減はいらないよな。うん、こっちも負けてらんないんで手加減なしでいきたいと思う。いやレベル差がちょっとあるね。行こうぜ、これは負けられない、これ頼むぜ。オッケーオッケーオッケー、やっぱこの兄弟のまあアタロー、やっぱもうどの敵にも強いんですよアタロー。五条からのアタロークロス、いやアタロー、お前何しとんねんそこで、お前何しとるねんそこで。これじゃあ風引き上げてちょっとアイスグランドで取っていきたいね、できれば。でちょっと五条さんも上がらしておいてって感じで、風引き風引き風引き、ちょっとずれたずれた、これ絶対この辺来る、この辺来る。あこいつらバカだから、こいつらバカだから、本当に本当にバカでよかった。さあ決めてやれ、ブンシンシュート、かましてけい。さあ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 、これどうだ、何使ってくる技。おシュートポケット、シュートポケットなんかナッシュー、気を抜くなよ。まず言ってんだリーヨー、クックックック、あっ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 、次はない、それこっちのこっちのセリフなんで、まずはこっちのセリフなんで、お前ら覚悟しておけ。こう、 うちの五条さんは強いぞ。いいや、あ